かり夕暮れ時だ。男性によって色を変えて分かりやすくしてあるんですね。あ、それも全然、あ、だいぶ暗くなってきたね。暗だし、その時もでも見てようかな。おお、あ、そう、これはすげえ趣あるわ。標準発射時刻表、8時間やってますけど、こうやってピークの時間帯とかやっぱりだいぶ難しいですね。これそう、これそうだけどね。これ床クリーニング紹介、これ古いぞ。電話番号だって市外局番高宮になってるじゃん。え、下が3桁、だから自動交換じゃない電話交換手がいた頃だよね。え、下3桁、いつ一応1000ぐらいあるのかな。自体がそうですね、戦前の旧字体ではないけど、今も市外局番ってあるじゃないですか、あの四日市やったら059みたいなね、あれがそう、あの昔はそれぞれの局内にあの手動で電話交換手さんっていう人がそれぞれにあのここにの何番につないでくださいと言われたら、そこにガチ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 つないでいろいろやるとかっていうのをやってたんですよね。その当時のあれですよね、昭和の時はそうだなっていって、当時の資料とかだと結構そういうようなやつがあったりするんですけど、まあ、一応そういう資料をねやったりするようなやつとかやってましたからね。あ、これはすごいな。今買うのかな、完成に行くよ。後で調べてみよう。この建物じゃもっと前からあるんでしょうね。あの
どこだったっけ、田丸駅か、あの大正時代に建てられた田丸駅の時も話してたんですけど、高さはでも結構高めにしてあるな、実は高宮ですからね。ガラスの味はね、見分け方が戦前、大正時代とかまでに作られてるガラスって相当薄いガラスになっておって、この規格ってもう今は作れないんですよね、確か作ってるガラスメーカーさんがないんですよね。そう、JR だと鉄道資産表っていうのがあって、それを見ると、ね、昭和何年に建てられましたやつですよとかっていうのが分かるんですけど、地方鉄道の場合それはないですからね。いつだろうね、どっかにヒントないかな。ヒントはそのガラスぐらいですよね。あ、こっち側もこんな広いんだ。すげえな。武漢は行きましたけど、もう次5分で行くんだ。早いからね。で、一応、早いも行けねえんだ。やっぱ行こっか、あれ行こっかで行けないのか。なんかかな。ちょっとぐらいだったけど、って感じ。北斗線乗り込むときやっぱ買わないといけないみたいですね。北斗線だけだと1個は使えるみたいだけど、で北斗線だけでも富山から先に行くときは名古屋方面で、ね、JR 東海エリアに行くときはその切符買っとかんとあかんみたいですね。ふぅ、危ね危ね。感じですね。もう暗いと思うんですけど、この辺りは僕の、あ、ちょっとカーブしてんのか。あー、もうこれだからほとんど見えないし、ここからも乗り換えもすぐポンポンポンと行けるみたいな、そのままどんどん乗り換えていこうと思います。もう多分もう次は亀山になると思います。よいしょ、ここ乗っとるね。